佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。始まりました、佐藤美久の女優道。女優でタレント活動もしております、私佐藤美久がここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から放送させていただいております番組です。どうぞよろしくお願いいたします。8月もあと1週間となってまいりましたが、皆さんにとって今年の夏はどんな夏でしたかね。私というか、おそらくラジオを聴きの皆さんも同じ思いの方は多いかと思いますが、とにかく今年の夏は暑すぎる。もうほんとなんか去年とは全く違った異常な夏の暑さに私は困り果てました。もう去年は多分そんなこと思わなかったと思うんですけれども、一切外に出たくないなって思いました。まあ、中にはね同じ考えを持っている方いらっしゃるかと思いますけれども、本当に暑かったですし、やはりニュースとか見ていても熱中症での方がすごく多かったなというふうに思いましたね。私も一回だけ熱中症になったことあるんですけれども、いやもう本当辛いんですよ、熱中症って。もうずっと体がほてってる状態なので、本当に皆さん8月も終わるとはいえ、皆さん水分補給などはしっかりしていただければなというふうに思います。はい、ではこのあたりで改めまして、私佐藤美久の自己紹介をさせていただきたいと思います。私佐藤美久は女優タレントとして活動させていただいて、まだ3年目の新人です。主な活動としては、地上波のドラマのエキストラなどとして勉強させていただいたり、いろんな映画でお役をいただいたりなどのほか、先月は22世紀寓話という短編映画に主演として出演させていただきました。また毎月第1第3金曜日夜23時からはネット配信番組 MeToo Show で、私自身が出演させていただいた某作品のキャラクターから派生したカタカナで佐藤ミトというネットアイドルという設定で、ただただプレステのゲームをやり続けるという生配信番組もやっております。そして豪華クルーズアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいております。こちらもアルカディア号のホームページのチェックをお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーは、ミクの独り言。このコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことをお話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回のテーマは、最近話題になっている森鉄。これは電車内でメイクを濃くする女性、盛るイコールメイクを濃くするという若者言葉に引っ掛けた造語のことです。朝の通勤電車、一日の始まりは爽やかな気分でいたいとみんなが思っています。しかしながら乗客のマナーの悪さで爽やかな気分が吹き飛んだという経験をした人は多いと思います。ヘッドホンからの音漏れ、食事の匂い、騒がしい人たちなどを挙げればキリがないのですが、そんな中化粧をする女性もよく議論されるテーマでもあります。こちら森鉄に対しては意見が真っ二つに分かれます。他人の化粧は見たくない、恥ずかしくないのかというのが反対派の意見で、素顔からファンデーション、アイメイク、頬紅、口紅を塗りたくり、綺麗に出来上がっていく様はなぜか見ていて気持ちのいいものではないという考えで、付け加えると、昔から特に日本では身だしなみは自宅など人目を盗んで済ますものというに意識であるからだと思います。それに対して森鉄女子側の言い分は、よく聞かれるのが、寝坊したからしょうがない、用意する時間がないほど私は忙しいとのことだそうです。確かに化粧をする女性は朝早く起きなければならない、それにただ座っているだけの退屈な時間を有効活用したいということだと思います。また誰にもメイクをかけていないという声もあるものの、実は毎朝ツイッターでは森鉄女子たちに向けた乗客の心の叫びがつぶやかれていることも事実だそうです。そんな森鉄問題について、某番組でマツコデラックスさんと若林文江さんが森鉄女子を批判する人たちに苦言を呈していました。
若林さんはそもそもメイクを女性に強いる社会に問題があると指摘。若林さんは会社員時代にノーメイクで出社する機会が多かったらしいが、上司からたびたび化粧してこいと言われていたのだそうです。なんで化粧していかなきゃいけないんですかと聞いてみたところ、それが身だしなみだって言われたんですよと。化粧することは身だしなみと言われ、その考えに納得できず上司とよく口論になっていたと話されていたそうです。また女性は化粧するものという風潮が蔓延しているにもかかわらず、一方的に森鉄女子が攻撃されてしまう社会への不満を語っておりました。そしてこの件にマツコさんは、自分の膝だけ使って誰にも迷惑をかけることなくやっているわけじゃないと、周囲に迷惑をかけず化粧をしている女性もいるとコメントし、ワンカップで酒盛りしているジジイ連中とか、みかん食べながらギャーギャー言ってるババアの方がよっぽど迷惑と、森鉄女子よりもマナーの悪い人は多いと話し、そういった人たちをスルーして森鉄女子を批判するのであれば、スマホも禁止、新聞読むのも禁止、みんなおとなしく電車に乗るときは直立不動、座っているときは膝から手を動かさないっていう、ルールを決めるなら平等と主張。そして森鉄女子ばっかりがやり玉にあげることに男の偏が入っていると、男性主導のマナーがまかり通り過ぎていると現状への違和感を口にしていたそうです。とにかく電車は公共の場であり、実に様々な人がいるスペースで自分の想像を超えた珍妙な行動を取る人もいます。つまり様々な価値観を持つ人が集うパブリックスペースであるだけに、ある程度は目をつぶるべきなのかもしれません。すべての乗客にとって、快適な車内空間になるよう、みんなでマナーの向上をしていくことが大事だと思います。いかがだったでしょうか。以上、ミクの独り言のコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされたエピソードなどを拝見したり、目に留まったり伺ったり、気になった方々についてミク流にご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回もスペシャルゲストをお招きいたしましたので、緊張しておりますが、いろいろとお話をお伺いしていこうかなと思います。今回の推しメンは、先月のゲスト藤田真一さんのご紹介で、一度アクション俳優をお辞めになられて、今回映画プロデューサーとして復帰された太田孝之さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずは今回のゲスト太田孝之さんについて、なんと前回ゲストの藤田真一さんにお作りいただきましたプロフィールをもとに、簡単にご紹介させていただきます。太田孝之さんは下村監督や谷垣健二監督らとクラタアクションクラブを大阪支部で活動、アクション業界を退き会社経営をして20年を経て、リボンを見に来て下村監督と再会、感銘を受け、その際にリボン主演の坂口拓さんの俳優引退作狂い武蔵の存在を知られます。狂い武蔵は坂口拓さんとゼロレンジコンバット創設者の、稲川先生との出会いのきっかけとなった作品だったということで、リボンの宣伝や、舞台挨拶などで下村さんと坂口拓さんがよく話題にしていた作品だそうです。この狂い武蔵がどんな映画かと一言で申しますと、坂口拓さんが演じる宮本武蔵が吉岡一門588人を相手に77分ワンカットワンシーンで永遠と戦い続けるというものです。そしてこの作品は、一度坂口さんが俳優引退興行の際、未完成ながら音楽や効果音などつけず一度だけ公開されたのみで、撮影素材は眠っていました。そして現在この作品の権利を買い取り、クラウドファンディングで公開まで至ろうとして活動してらっしゃいます。そんな熱いアクション映画幻の名作に情熱を注がれてらっしゃる太田さんを迎えて、まだまだ新人の私はいろんな意味で非常に緊張しておりますが、どうぞお手柔らかにお願いいたします。こちらこそお手柔らかによろしくお願いします。はい、まずはですね、今ご紹介させていただいた狂い武蔵を改めてこう上映されようと思われた経緯とかをちょっともう少し詳しくお話しいただけますか。はい、
映画リボンで、はい、まあ、島村雄二と、はい、映画リボンについて、まあ、食事をしながら、はい、お酒を交わしながら話してる時に、はい、坂口拓が命を削って撮った狂い武蔵という映画が、はい、5年間眠ってるんだと、はい、でその話を島村雄二から聞いて、うん、それがきっかけでじゃあ版権買って行こうよと、はい、それがまず最初の経緯なんですよ。経緯はね、はい、で私も、うん、映画を見る勉強不足で申し訳ないんですけれども、うん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 、どうしてそこまでこの作品についてこう情熱を注がれていらっしゃるんですか？僕自身なの、はい、旅が好きで、あ、そうなんですね、旅が好きで、はい、で元々下村雄二と会う前にアフリカを旅してたんですよ。でアフリカを旅してる時に、はい、フランス人の映画制作会社で勤めてる人間が、はい、フランスの映画は守られていると、映画は守られていて、はい、どんなに小さな作品であろうが、うん、ミニシアター系の映画であろうが、うん、観客動員数によって補助金が下りると、国から。へー、そうなんですね。であと守られているから、その団体も結構多いから、そこからも支援金が出ると。はー、で太田、日本の芸術、日本の映画どうなんだって聞かれて、うん、はい、いや実は何にも守られていないと、ね、日本の芸術はそういった後ろ盾が何にもないんだっていうのを旅先で聞いてたんですよ。なるほど。で下村雄二と、うん、まあ、そのさっき言った通り居酒屋で飲んでる時に、はい、いや坂口拓が5年間命を削った作品が眠ってるんだっていう話を聞いた時に、はい、それをパッと思い出しまして、はい、ほらなと、やっぱ守られてないよねと、じゃあ俺が、じゃあ俺がって言って、じゃあ島村雄二、じゃあ一緒にタッグ組んでね、もう一回こう水面下からこう呼び起こして復活してもらおうよと、でそれをみんなに届けようよとっていうのが、まあその情熱のきっかけ。もう今でもすごく、いやもう熱苦しいでしょ。いや全然全然、ごめんね、ごめんね、伝わってきます、うん、初めて聞きました。フランスで補助金、そうなんですよ、補助金やっぱね、芸術が守られてるでしょ。だから新人の監督とかが挑戦しやすい。なるほど。で日本ってもう20年間でね、こういうミニシアター系の映画館がもう1000以上なくなってるんですよ。そんなになくなっちゃってるんですね。でどん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 芸術が遠のいてるのよね、はい、で遠のいてるのにもかかわらず、うん、映画見に来てねって言うでしょ。そうですね。いやもうおかしいやん、はい、遠のいてるのに。そうですね。だから今回狂い武蔵は、うん、まあクラウドファンディングっていう形で間口を広げて、はい、で出来上がったらみんなでこう支えてもらうわけなので、僕が代表で皆さんに届ける、見に来てねじゃなく届けるよっていうスタンスで行こうと、はい、でやっぱ狂い武蔵でみんなね、坂口拓が命を削って挑戦したわけなので、はい、俺も実験上映っていう形で挑戦したいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。坂口さんがこの狂い武蔵をされてた時の、はい、アウトデラックスの番組で指が折れたりだとか、そう5分後、開始5分後で指折れてる、はい、なんか曲がってたっていうふうにおっしゃってたんですけれども、それを歯で入れてね。あ、はい、それもおっしゃってました、ね、だから見てくださる人は、はい、映像が流れて6分目、はい、6分目にはもう指が折れてるから、皆さん注目ですね。そう、ここその中で戦ってる。はぁ、で本人がねやっぱりね言ってたのはね、はい、それがあったから強くなれたと、もう一段階強くなれたと、はあ、こう刀はやっぱり力で握ってたのが、うん、もう力入んないでしょ。そうですね、握力もないから、はい、でそこでふわっと力が抜けてから、うん、さらに俺は強くなれたんだと。はあ、かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいいでしょ。だそういう俺なんかね男気に惚れた部分もあったんで、そうですね、めちゃくちゃ男気があります、うん、なので今回、はい、まあ、坂口拓が命を削って、まあ、やったチャレンジに対してこっちもね覚悟を決めて、届けたいと、はい、そう思ってます、はい、私も非常に見たくなりました。見てください、はい、うん、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、私もですね、はい、まだ映画を見る方だとは思うんですけれども、うん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 、普段太田さんはどういったこう映画をご覧になられますか、はい、あ俺、はい、最近あエピソードとしてはライオン、はい、25年目の うん、あれをエチオピア航空の飛行機の中で見て、はい、すごいですね、はい、うん、ほら、25年経って Google Earth で自分のこのね、はい、迷子になって、はい、迷子になって大人になって
って Google ハウスで自分の記憶をたどって、でお母さんと会う、出会う、そうです、ね、実話なんだよね。はい、そうです。あれ見て号泣して、私も泣いてしまいました。でそれをこうエチオピアの空港の、はい、その飛行機の中で見た時に、はい、隣に座ってるそのエチオピア人の子供がね、はい、このアジア人なんでこんなにワンワン泣いてんのっていうぐらいもうキョトーンとして、だからねすごく非常に覚えてる。だから最近泣いた映画はまあそれがね、奇跡ですよね、あれはね。いや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 、クレムサシちょっとよろしくお願いします。もうライオンについて多分ずっと、はい、ずっと語ってます、うん、お願いします。ありがとうございます、はい、ではですね、前々回の、関さん、そして前回ゲストの、藤田さんにもお伺いしたいんですが、はい、太田さんからご感想として、はい、映画プロデューサーの魅力であったり醍醐味っていうのは何なんでしょうか。醍醐味ね、まあね、基本的にはそのクレムサシの版権を買ったとか、うん、なんかそういうね、はい、ビジネス的なことではなくて、はい、そういうビジネス的な単語でもなくて、うん、夢を買った、ロマンを買ってワクワクする、でそのワクワクしたことでこう行動していくことによって、はい、まあ、刺激をもらってより豊かに生きれる、うん、だから旅と一緒なのよね。なるほど、うん、だからまあちょっとまあキャラ的にね、このギャグ風に聞こえるかもしれへんけれども、はい、やっぱまあ夢を買った、だからその坂口拓のその命を削ったっていうその思いを買った、うん、で買ったんだったらそれをより多くの人に届けるっていう、で届けてみんなでワクワクしてほしいっていうのが、うん、まあその根本的にあるんですよね、はい、なるほど、うん、では逆に初めて、うん、今回初めてプロデューサーとして一番こうご苦労というのはどういったですか。困った点、はい、そうですね、困った点はね、もう分かると思うけど、はい、よう喋るでしょう、でしかも関西人でしょう、はい、でその情報の発信元をツイッターでやってるのよね、はい、でツイッターって140文字でしょ。そうですね、足りんでしょ。この熱量で行く男が140文字で標準語で並べたら足りんでしょ。確かにそうですね、いやだから足りなすぎてね、でしかもこういう関西人なんでテンポなんで、はい、その情報の発信の仕方もポン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 ってこうやったことによって、はい、フォロワーを困惑させてしまったね。なるほど、全然伝わらんと、思いがこう強すぎたがゆえにというか、これきっかけで狂い武蔵公式ツイッターを作ったんで、あ、なるほど、でこれきっかけでツイッターっていうものを始めたんで、そうなんですね、だからね、フォロワーに今鍛えられています、鍛えていただいてます。私もツイッターをさせていただいてるんですけど、はい、文字数本当に分かります、はい、その気持ち。でしかも標準語なんでね、そうです、俺の個性なんて表現できないからね。そうですね、ただ素直に情報を発信すればいいんだけれども、はい、その情報量が多すぎて、情報が早すぎて、流れてると、はい、なかなか伝わらないっていう部分に苦戦はしてるけれども、はい、フォロワーさんからもアドバイスしてもらいながら、素晴らしいですね、皆さんにこう支えてもらいながら、はい、なんとか今悪戦苦闘してます。皆さんに情熱が伝わってるっていうことです、はい、情熱はもちろん大切なんだけど、はい、的確にやっぱり情報って伝えなきゃいけないんで、そうですね、そのためのツイッターでやっぱり一番拡散力が強いのがツイッターなんで、うん、はい、にもかかわらずね流れちゃってるというね。なるほど。だからその辺はね、はい、試行錯誤しながら、まあ、今後はね、はい、ちょっと勉強しながらやっていきます。はい、でちょっとプライベートな質問になるんですけれども、はい、こう時間がある時にはどういったことをされるんですか、ね、もう旅だね。そうですね、旅行くね。え、うん、国内ですか。国内はあまりだけど、やっぱ国外だね。はあ、うん、すごいですね。でやっぱその旅も基本的にこう一歩外に出ると、はい、日本では当たり前でできることが当然海外では通用しないでしょ。うん、でそれがいいのよ。だからもう海外に行って例えばアフリカだったりとか、はい、南米だとか行って自分がもう全くその思い通りにいかない、うん、でそれを一個ずつクリアしていくことによって、はい、まあ、ちょっと成長できるかなと。なるほど、うん、だからそのあと刺激もうそのバス一つ予約するのも大変だから、はい、だからそういう体験と経験ができるっていうのが、うん、はい、まあいいかなと思って、はい、旅に出るね、うん、まあ、旅っていうとちょっとなんかかっこつけてるけれども、いえいえいえ、はい、ちょっとまあ日本を出るね。なるほど、はい、国外に出て、うん、出て新たなこう新たなね、こう右も左も知らない中でやっていって揉まれていくことによって、まあ
自信も失うんですよ。俺全然通じひんやんけど、言葉も喋れないですから、あ、なるほど、うん、っていう風なのをこうねやりながら、まあちょっとでも、まあ、まあ成長するきっかけがあればいいなと、思ってます、はい、ありがとうございます、はい、ではですね、はい、ではちょっと話を本題に戻りまして、はいはい、今回の作品狂い武蔵のクラウドファンディングについて改めて詳しくご説明いただけますでしょうか。はい、クラウドファンディングっていうのは、はい、まあ、基本的に、はい、リターン商品っていうのを設けまして、はい、でそのリターン商品をクリックしていただいた、はい、その3000円とか一口3000円とかで、クリックしていただいたのがもう支援していただいたことになるので、はい、そうですね、で、皆さんを代表したものが太田であって、うん、はい、で今回そのリターン商品の中により多くの方に届けるために、はい、まず一つ目がウェブ配信、はい、ウェブ配信、はい、狂い武蔵が出来上がったらすぐにウェブ配信で届ける、はい、でこのウェブ配信をクラウドファンディングで見たい人を募るっていうのは日本初なので、そうなんですね、はい、で狂い武蔵自体ね、はい、規模的にと内容的にやっぱドキュメンタリーなんで、うん、はい、リボン、映画リボンのような一般上映、はい、全国上映っていうのがやっぱ難しいんですね。あ、そうなんですね。で通常のやり方、一本の上映の仕方っていうマニュアルがあるのであれば、はい、まあ、そこをたどっていけばいいんだけれども、はい、そのルートをたどったとしても、はい、上映が難しくて何のインパクトもないでしょう。ああ、そうですね。で基本的に都内でしょ、はい、主要都市だけでしょ、ね、はい、じゃあもう普通と一緒じゃん。確かに。でそれじゃあちょっと面白くもないし、いろんな人に届けられない、届けれないでしょ。そうですね。なのでまず一つ目はウェブ配信。なるほど。でより多くの方に届けたい、はい、でウェブ配信だけじゃなくこう大きな画面で見たいよね、うん、当然。そうですね。でそこで、はい、福岡の博多に天文ハウス富田、はい、天文ハウス富田、2回言うたけどこの富田っていう会社があって、はい、子供たちに宇宙を届けたい、はい、宇宙を見せたいっていうことで、はい、移動式のドーム型のプラネタリウムを作ったのよ、その社長が。はい。でそこで僕が、はい、いや大人たちに映画を届けたいんだと、うん、この熱量で熱苦しく語ったのよね、はい、そしたら、あ、じゃあ太田さんもうコラボ組みましょうと、協賛としてこれ貸し出しますよって言ってくれて、でその移動式のプラネタリウムを僕がこう運んでいけば、はい、オーダーをいただければ、はい、全国どこでも過疎地であろうが、ね、豪雪地帯であろうが、うん、お届けすることがあるのよね、はい、お届けすることができるの。そうですね。でそういう風な形でこの映画館で上映するっていう固定観念をこう一回常識を忘れることによって、はい、より多くの方にリクエストがあれば届けれるので、はい、でそのためにも窓口を広げるために、はい、クラウドファンディングで挑戦すると、はい、でもちろんその移動式のシアターですから、はい、まあ、経費はかかるのよね。そうですね。でもそれを僕が出資した、はい、その経費を出資したっていう形にして、はい、僕がその経費さえ持てば、はい、通常の映画館で映画を上映するより面白くない、これ。確かに。ワクワクするでしょ。見に行きたくなります。そうで、さっき僕が言ったその夢を買ってワクワクするっていうのに当てはまるのよね、はい、当てはまりますね。当てはまるから、はい、じゃあこのやり方でやろうよと。はあ。だからはっきり言って実験上映です。なるほど。だから通常の上映の仕方とはもう全く違うので。そうですね。なかなかやっぱり聞いたことがない。っていうかこれもう日本初だから。そうですよね。なので5日後の、 その9月1日から始まるクラウドファンディングのページを覗いていただければ、はい、60日間の10月30日までクラウドファンディングに挑戦するので、そこに詳しく書いてるんで。はい、わかりました、ね、この暑苦しい音量で聞いてもなかなかね届かないかもしれないんで。伝わります。伝わります、はい、だから文章に書いてるんで一回読んでいただければ、はい、まあ大丈夫かなと。わかりました。思ってます。はい。じゃあ、情報などはツイッターを皆さんご覧いただければかなというふうに、はい、はい、思います。ではですね、はい、今回のゲスト、はい、映画プロデューサーの太田孝之さんにお越しいただきました。太田さん、本当にありがとうございました。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。
皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。いつものことながら本当にあっという間です。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、ありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。ありがとうございました。